皆さんこんにちは。銀座店からメガネの流行りをぶっ壊すこれは NHK をぶっ壊すの立花さんをパクってますはい、失礼いたしました。これから入ります。今ですね、最近クラシック系がですね、まあ今までずっと来てたんですけど、もうそれがみんな結構飽きてきているということで、銀座店こんなもの入ってきました。これもう全然流行りとは真逆を言ってますね。ギラギラしてて DG なんで、ドルチェ&ガッバーナです。うち通常は入れないんですけど、コレクターさんはからちょっとこれで、お譲りいただいて、まあこれをもう完全に僕の好みでこれ自分用にしようかなと思って、こうもう怪しさしかないですよねこれね。チャラチャラしてますね。チャラチャラしてチャラチャラ仕上がってみたいなもうね、第一印象がチャラついてる利点としては、そこから上がる一方ですからね底辺からは上がる一方です。だから最初こういうメガネしてた方がいいんですよね。あ、そう結構いい人なのねみたいな感じになるんで僕は結構こういうメガネしてます。なんでただここはカーブがかなりきてんのと、あれなんですよ、レンズがでかい。だからもしかするとこれレンズかなり高くなるかもしれないんで、これ自分用にするかはちょっと今明日うちの作成現場に持ってってから決めます。ただこれはちょっと結構気に入ってるんですけどね。かっこいいですね、うん、かっこいい。チャラついてるからもう自分でこう走ってるとチャラチャラしか言わないから走ってるちょっと邪魔ですねそうそうそう、まあ、とりあえずこれ、はい、全然流行りじゃないですですね。また、メガネの流行りをぶっ壊すもう一つです。これやばいやつ来ましたね。これパラダイス、メイドインパラダイスですからね、はい、メイドインパラダイスってどこだよみたいな。楽園で作られたんですか。メイドインパラダイス見えますか。ちゃんと書いてあるんですよ。あ、書いてありますね。メイドインパラダイスってどこで作ってんだよぐらいな、メガネなんですけど、多分そう、これ回ってますね。スワロフスキーが入ってる。これ両サイドついてますから、はい、両サイドに。でここにやっぱりこうね、カッとなってる。なんかこう、そうですかね。そう、これカッとなってますからね。はい、っていうのがあって、これはねだいぶかけこなすが難しいですね。僕は結構いける方だと自負してたんですけど、これ結構いけないです。でも誰かしらにね。はい、誰かしら似合う人がいるんではないかと思ってます。これですね、サンバとかいけそうですね、うん、これ多分イタリア系だと思うんですけどね。まあ、うん、パラダイスなんで分かんないです、メイドインパラダイスですね、はい、これもなかなかです。で今度はこちらももう全く流行りとは真逆、トラクションプロダクションズ。これトラクションフランスなんですけど、まあ、これもキラついてますよね。キラですね。キラキラ。これ女性、まあ今までのやつ女性も男性もいけるんですけど、まあ女性の方がいけるのかな、うん。これも全然流行りじゃない。でさらにこれもなんとなく自分が好き、プッチなんで、本当はうちがやらないスーパーブランド系なんだけど、ここら辺が結構いけてるんで、いけてるのかわかんないけど。ですね、はい、これもレンズが今入ってるんで、もともとはサングラスだったと思うんですけど、はい、レンズを入れても使えます。で最後は、これも流行りではないですね。メーカーはテオです。でティムバン、スティンバーゲンさん、これベルギーのドリスバンモッテンでデザイナーをしてた人のコラボ。これも流行りではないね、うんうん、ちょっと、まあ、今までのギラつき具合からは、うんうん、落ち着いたんですけど、これもまあまあギラついてるはずなんですよね、うん、一本線でギラってしてますね。そう、なんかこれもなかなかかっこいいけど流行りでは全くない、はい、最近ね銀座店では流行りとは全く関係ないメガネが、売れてますんで、まあ、結構最近みんなそろそろクラシック系に飽きてきたんではないかと。そうですね。ね、
感じがあるよね。そうですね、私もやっぱボストン型、ウェリントン型、サーモント型たくさん買ってたんですけども、うん、それを7年買って、うん、最近なんかどうしよっかなみたいな。そうだよね、自分自身でももうメガネ迷子になりそうになってるんですよね。そうだよね、はい、だからうちは結構特に銀座店は、流行りとは真逆なフレーム、はい、たくさんありますね、2000点ほど、はい、なんでメガネの流行りをぶっ壊す以上で、いろんなフレームございます。ここも流行りではないんでですね、こういう系は流行りとは真逆なんで、これもトラクション、はい、並々ですね、並々なんでなフレームございますんで、銀座店でお待ちしております。